今日は6アンダー森田遥、1ストローク追いかける形でスタートしていきました。3番で最初のバーディーが来ました。長いパット沈めています。7番ボギーで迎えた8番、なんとここで落とし穴がありました。パー3でのダブルボギーがあって、ちょっと流れが悪くなったかなと思ったんですが、11番のパー5からの猛チャージ、ここは2つで乗せてきました。でこれをきっちりと2パットで決めてのバーディー、ここから3連続になります。12番が落ちてきました。これはショットで手前ピタリとつけました。ショットもキレがありますけど、パッティングも本当にうまいですよね。いいところにつけてますよね。13番、このパー5は第3打でグリーンを狙ってきました。オーバーさせて上りのパットを残すという、はいはい、まあこの辺りまでは本当に森田遥と抜きつつ抜かれつというような勝負をしてきて、13番のバーディー、ただ15番、このパットが決まらずにボギーにしました。グリーンの外から打ったパターでの第2打が入って16番でバーディーですね。逆目でしたけども、ちょっとトップスピンをかけながらの、ね、はい、パッティングでしたね。17番はもう残り50ヤード、はい、もうここは逃しませんでした。これを入れてスコア8アンダーまで伸ばしました。さあそして最終ホールも見事にピンを刺すようなショットで、そうですね、これも狙ったところでこのストロークができてますよね。バーディーこそなりませんでしたが、まあ、きっちりとこの難しいホールをパーで締めくくって、トータル8アンダー、単独トップで3日目を終えています。